ベキフォー。どうも皆さん、こんにちは、ストルトです。じゃあ、本日もピクミン4。もう、なんか早いところ終わりそうだよね。今回最後になるんじゃないかな。とりあえずちょっと進めていこうと思います。前回助けたお宝鑑定家のシナウズくんですね。その説は大変お世話になりました。まあ、結構お恥ずかしい限りです。珍しいお宝があると聞いてやってきたものの、まさか遭難してしまうとは。おっと失礼。私、鑑定家のシナウズと申します。お宝の鑑定と、それを図鑑にまとめるのが趣味です。マニアだね。お宝図鑑、ちょっと見てみる？お宝に興味があるのですか？ぜひ自慢のお宝図鑑をご覧になってください。と言いたいところなのですが、遭難中にデータが消失してしまいまして、よければあなたが集めたお宝を私に鑑定させていただけませんか？鑑定したお宝は図鑑として綺麗にまとめさせていただきます。貴重面だね。さすがマニア。もちろんお礼も差し上げますので、どうか私にお宝の報告をお願いします。いや、でもね、俺も好きなキャラのグッズとか集めるからね、シュナウズくんの気持ちめちゃくちゃわかるわ。煩悩の玉。解説。無性に棒でかっ飛ばしたくなる球体ですが、煩悩に負け、うっかり隣の家の窓ガラスでも割ってしまったら大変です。雷王子が飛び出してきて、大雨でも青くなることになりかねません。決して試さないでくださいね。それあるのって、磯野家だけだと思うんだよなぁ。磯野、野球しようぜ！日だまりの実。心を温かくしてくれる、文字通り日だまりのような幸せフルーツです。食べるとどんな後ろ向きな人でも、ちょっとずつ猛進激しく前向きな人に変わります。不景気な顔したあなたも一口食べて人生、転身！転身転身転身！こすりそっくり。小ぶりでつるっとスベスベの表面はまるで赤ちゃんのお尻のよう果肉は淡い、淡い黄色で柔らかく、爽やかな甘酸っぱさが口の中に広がります。はい。親の顔。親の顔が見てみたい？はい。私が親です。ドンと構えると迫力。これぞまさに親。究極の愛と、手厳しい無知が同時に許されるのも、親だからこそ、子供たちを安心して包まれなさい。シュナウズくんの説明もなんか好きだな。シュナウズくんの説明もなんか、味があっていいね。運命ディレクターだけもう一回見さして。これ2であったんだよ、本当に。運命の流れの向きを指す。経典同値の占い装置。惑星地磁気、宇宙磁気、生態磁気をすべて合わせて計算し、運命の向きを求めます。人生、表向きなこともあれば、北向きなことも、南向きなこともあればね。あると、前向きに考えられる人におすすめです。図鑑が見たくなったら、またお越しください。じゃあ、今回も、あれ、探検行ってきます。こっち側にね、足を伸ばしてみたかったんだよね。おや？あれ？これ前回来たところだっけ？登れない。登れない。オッケー、そんなこともある。じゃあ、進んでいきましょうか。あ、ここ。多分これね、黄色ピクミンが必要なんだよ。手分けファクトリー。床が動いている先に進む方法をあれこれ模索するのも私だけではどうにもならないようだ。相棒のモスと協力することでどうにかここから脱出できないだろうか。あのオリマーのやつ、モスって言うんだっけか。あ、そっか。なんか、モンハンに出てきそうだね。手分けファクトリー。さあ、それじゃあ行ってみましょうか。ん？あれ、どうして大変です。オッチンがはぐれてしまいました。隊長、この時、どうすれば。ええか、ミドルピークミンにオッチと協力して合流するんだ。長押しのコマンドからオッチに切り替えてくれ。オッチに切り替え。ええー。切り替えれるんだ。オッチを操作できるってこと？オッケー。任せな。さあ。あ、スケボーワンじゃん。オッケーオッケー。ちょっと行ってみますか、じゃあ。ちょっと行ってみますか。都心ならコンベアすらものーともしないぞ。あ、そうなんだ。オッチン、じゃあ、もう一回チェンジで。オッケー。さあ、この、壊して、行っちゃいましょう！いいじゃないですか。じゃあ、赤ピクミン運んどいてくれ。これは、今回お宝を運ぶのやめるね。
なにそれ、上昇気流すげえ、便利なもんあんじゃねえか。これ抜くね、絶対 100% 黄色ピクミンだから。うわー、黄色ピクミン、ピクミン、ピクミンも好き。これは新種のピクミン、オリマさんの西に乗ってねえか調べてみます。ピクミン、大きな身のようなものはあんまりピクミンという言葉します。カプチ、穴掘りが得意って書いてあった。あれ、それ白ピクミンの役割じゃなかったっけ。んじゃあまあ次進んでいきますね。どうもなんか遭難者がまたいるようですね。さあこれ落ちたら良くないんだろうね。おおおおお、久しぶりの、すい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 、あれ、あ、オッチが食べるんだ。おや、その赤いエキスは何これ。あ、これ激辛スプレーか。おお、あれ、これ天下一ブサイクじゃない。これだけは持って帰らして、天下一ブサイクだけは持って帰らして、いける。あ、でも下に、下にピクミンがいるから俺は下に行きたい。絶対、絶対天下一ブサイクだから。これは？あ、なるほどね。これを押せば下がるんだ。オッケーオッケー。あっしゃ！オッケー。さあ、どうもなんかここにいるらしいですね。これは、黄色ピクミンなら、届くっていうやつですね。待って、ビーグル号呼んでくるわ。オーケー。アーニー情報を調べます。今度は隊員の誰かだといいんですが。花屋の天使。隊員じゃねえ。宇治星なんだ、出生。キニーズ。花を咲かせることに異常なこだわりを持つ花屋。珍しい花があるという噂を聞きつけ、危険を顧みず、単身で未開の星へと向かった。やっぱり、他にもそんなに人がいましたね。しかも花屋が単身で。なんて無謀なことを。ミトルピクミン、おっちん、遭難者は見つけ次第片っ端から救助してくれ。めんどくさいって言ってもいいですか。ほんじゃ帰ります。お、お、天下一ブサイクじゃない、万が一ハンサム。いいな。ほんじゃ続きやっていきましょうか。どこに行こうかね。オッケーオッケー。ここ行きたかったんだよ、俺は。よし、しばらくやっといてくれ。オッケー。はーい、これで40匹まで増えました。いや、いいこと、いいこと。粘土橋を建築し終わったんで、ちょっとそっちの方を進めていこうかなと思います。みんなここにいる？オッケー、みんないるね。集合。オッケーオッケー。それじゃあ、それじゃあ、進めていきましょうかい。ん？何あれ？やば。おっちん、おっちんごめん。普通に行けると思った。おっちん泳げない。ピクミン。次からすげえとみんなが。次から次へとみんなが溺れていく。こっちに大丈夫か。こっちにめっちゃ弱ってんじゃん。ごめんごめん、おっちんごめん、おっちん。いや、なんかちょっと向こうに行けるかなって思っちゃってさ。氷ピクミン連れてくるわ。とりあえずここ行ってみるっけ、行ってみるっけねえな。ちょっと行ってみますね。山頂への地下水道。山頂へ抜けられそうな穴を見つけたが、思ったより内部は入り組んでいて、今ようやく奥の方から光が見え始めた。外に出ればきっと休めるところがあるだろう。オッケーオッケー。別のところについてるってわけね。行ってきます。あ、うんうん。間違えた。まあいいや。行きまーす。あれ？これも氷ピクミンじゃん。
あ、ここは凍ってんだ。止まってね。これ花札じゃん。よく見たら。あんまり詳しく知らないんだけどね。なんか、奈良鹿町とかあるんだっけ。その程度の知識です。ほんじゃ次行きますね。ね。だからここがファイナルフロアらしいです。うおー、いいね。量産型じゃん。ピクミン量産型じゃん。やべえ。ここに、赤ピクミン。やっちゃって。えい。この足キラキラしますよ。資材だよね。あ、キラキラエネルギー含んでんだ。え、キラキラエネルギー含んでるのはちょっとあんまりいらねえな。え、キラキラエネルギーめっちゃ溜まっちゃった。キラキラエネルギーめっちゃ溜まっちゃった。どうしよう。優秀だぞ、お前ら。ああ、この中にいたんだ。オッケー、今回の遭難者は誰？よーし、ID 情報調べてみますね。これは、ようやく来たか？ディンゴ。お、レスキュー隊員、ようやく来たじゃん。単独での救助活動を得意としている隊員、なかなか指導しないが、ひとたびやる気を出せば現場に駆けつけ、優れた身体能力を発揮する。でも氷漬けになっていたよ。よし、やはり来ていたか。レンジャーのディンゴは救助犬を使わない単独の救助が得意なメンバーだ。でも救助犬使った方が便利だぞ。これでレスキューもはかどるだろう。レンジャー。あと二人じゃん。もうだいぶ揃っちゃった。残る隊員はドクターとパイロットですね。パイロットがいればようやくオリマンのところまで行けるって感じなのかな。ごめん、あれお宝？あ、ちょっと待って。早い早い、お前、早い。お宝は今運ばなくていいよ。待って、お宝はいらないから。あ、資材か、あれ。あ、資材か。オッケー、じゃあ、ここも終了します。はい。リンゴー。人生花道、松、金塊、あ、松竹梅の、なんだっけ、松だっけ。こいつ前オリマーの敵戦ったやつだよね。いった。逃げて。逃げるのよ。危ない。危ない。ピグミ。やばいやばい。入る入る。そこ。やれやれ。オッケー、ナイス。いけるか？いけるか？タックル！オッケー！よしよしよし、いいぞ。おう！いけるか？いけるか？これ間に合わねえかな？間に合わねえな。やっべ、どこ行った？残り 2匹のピグミンどこ行った？あ、お前そこピックアップしないでくれ。なんで？やり直します。よし、敵は本能寺にありだ。そこ、へいへい。ごめん、無理だわ。入るぞ。オッケー。今回はこれで終了です。時間巻き戻すなんかさ、もう完全にやってることキラークイーンだよね。やってることほんとキラーヨシカゲなんだよな。ファイターダストだっけ？はい。キニーズ、ディンゴ。やる気が増えました。さあ、キラキラエネルギーがちょっと増えすぎたな。まずいな。最初、本日はレンジャーのディンゴさんが見つかりました。まさか親友に助けられるとは、俺様もやる気が回ったもんだぜ。ディンゴ、よく無事だった。喧嘩はないか？どう？大将、俺のことそんなに心配して。どう寝る？
あ、このテーブル少女ネジが緩んでいるな。少し俺の心配しろよ、科学者。そういえば隊長、パイロットに関して情報が。おお、もしかして居場所知ってるのか？寝かしたぞ、ディンゴ。うお、いや、そういうわけでは。まあ、あれ。長野宿続きで疲れてるだろう。詳しい話は明日にして、今日はもう休むといい。ごめんね。え、あ、はい。隊長、俺の体を気遣って。話が噛み合ってねえな。あ、寝る前にこれまでの研究状況を確認しておいてくださいね。鬼だな、お前。はーい。